はい、おはようございます。10時の鐘が鳴りました。坊主カフェのお時間です。このお時間は坊主カフェと申しまして、仏教やお寺、沖縄の習慣やしきたりなどなどについてお話をさせていただく1時間の番組となっておりますが、なんと本日はですね、ゲストをお招きしておりますので、せっかくですからゲストのお話をいろいろお聞きしながら番組を進めてまいりたいと思っております。はい、そしてですね、いつものように今お話をさせていただいておりますのが、宜野湾市は普天間にあります神宮寺という真言宗のお寺の住職を務めさせていただいております金城良慶です。はい、そして、はい、 FM 宜野湾スタッフの今西めぐみです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。でですね、今日はですね、なんとこう生放送ね、普段は生放送なんでありますが、本日はちょっと収録ということでですね、事前に音を取らせていただいております。でもですね、ぜひ皆さんの、ね、コメントですとか意見など、よろしければ、お寄せいただいて、また、次の週などにね、ゆっくりとね、お話しコメントさせていただきたいと思いますのでね、ぜひとも皆様、コメントとどしどし、送っていただければと思います。でコメントはですね、いつものように FM 宜野湾のホームページからお書きいただくこともできます。また、メールでコメントをいただくこともできます。メールのアドレスが797@fmginowan.com となっております。ぜひ皆様、今日のゲストさんのお話を聞いてですね、知らなかったとか、ここもっと知りたいとかありましたらコメントをいただければと思います。それではですね、今週も元気よく参りたいと思います。では、ここで曲を1曲お届けいたします。はい、ではですね、本日ゲストを招いていると、言いましたので、ここでゲストさんを紹介したいと思います。では、ゲストさんお願いいたします。はい、おはようございます。上地流空手道宗家館長の上地貞直です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ようこそ坊主カフェ。ありがとうございます。はいはい、なんとですね、本日は、このね、ゲストさんということで、上地流の宗家、皆さん宗家というのはご存知ですかね。要はこの空手のね、この上地流のこの開祖といったらいいですかね、はい、この空手を、ね、お開きになった、この大地の、まあ、要は直系の、ね、うん、こうお宅といったらいいですかね、はい、その宗家の、4代目になられます、上地貞直さんをゲストにお招きしております。いや、本当今日はありがとうございます。いえいえ、こちらこそありがとうございます。なんかね、普段ね、こうちょこちょこ会う機会があるんですけどね。そうなんですよね。なんかまたこのスタジオの中で会うっていうのもちょっとなんか変なですね。はい、緊張してますよ。大丈夫、私も結構緊張してます。普段は良慶さんが習ったりとかしてるんですか。空手ですか。空手。いやいやいや、もう、まだ、全然もう空手はあの見てる方。見てる専門ですか。そう、見てる専門。私結構何でも見てる専門。でよくね、家族にね、やったらいいのにってこう、やったらいいのに怒られるんですけど、はい。まあね、今日ですね、まあ、この貞直さんをちょっとねお招きしたのはもちろんわけがありまして、ね、なんと、この上地流のこのね、さっき宗家というねお話紹介をさせていただきましたが、はい、貞直さんから見て、ひいおじいさんにあたるこの初代、はい、ね、上地流のこの初代、上地寛文先生というね、はい、この先生がいらっしゃるんですけれど、その寛文先生の、この銅像を、ね、はい、今回、ね、建立するということで、ね、ちょっとそのお話、はい、すごいなんか私ね、あの本当ね、いろいろ聞くのが好きと言いましたけど、はい、どんなことだろうとかね、どうして銅像とか、もうすごく気になったのでね、もうこれ貞直さんを呼んでしまえと。はい、ということでね、もうこう私の完全にこう個人的な思いをこう膨らませた本日はゲストとなっております。いろいろ聞いてみたいですね。ね、そうです、はい、はい。ということでまずですね、ね、こう貞直さん、この寛文先生の、ね、この銅像を建てるということですけれど、はいはい、まあ、まず、そうですね、いつどこに建てるというのを教えていただけますか。ですね、はい、まあ、今度4月の、はい、21日、おお、21日、はい、ですね、はい、土曜日ですね、えっと、はい、土曜日になります、はい、はい、この日がまあ除幕式ということでですね、はい、もう皆さんにもお披露目っていう形になるんですけども、はい、4月の21日ですね、お、元部長の八重岳の、はい、八重岳森公園の方に銅像が今度立ちます、はい、あ、なるほど、 あそこのこの公園ありますね、この、はいはい、山を登っていったところの、はい、はい、あちらですか、はいはい、これ なんで
この元部に建てるということだったんですか。このまあ僕からするとひいおじいちゃんなんですけども、はい、この幹部がですね、はい、元部出身ということで、はい、はいはいはい、それで生まれた生誕地に銅像を建てようという、はい、なるほど、いう運びに、はいはい、なりました。じゃあもともとこの漢文先生はこの元部の出身ということなんですね。はい、そうです。元部の泉ですね。あ、泉、はい、ありますね、はい、泉、はい、単館が美味しいですね。あ、そうそうそう、そのあたりですね。単館いいですね。まあ、でも八重岳ももうすぐ泉か こっちから見たら越えたと言ったらいいか。そうですね、ちょっと離れはするんですけども、うん、まあ、近いですよね、はい、はいはい、こちらに建てられるということなんですね。ちなみになんか私前にこの沖縄の空手会館って最近富城に来たじゃないですか、はい、そう、あそこをこの前少し見たりなんかいろいろ聞いたんですけど、はい、ほら、昔の沖縄の空手家って皆さん結構小柄だったり、はい、そんな今なんか今だと空手家って言ったらなんかもう180とか190とかなんかすごい大きなね、まあ、外人さんなんかも特にそうですけどね、はい、と聞くんですけど、漢文先生はどれぐらいの身長だったとか分かります？そうですね、詳しいね、どれぐらいだったかっていうのは聞いたことはあまりなくてですね、はいはい、まあ、大体170なかった、あるかなかったかそれぐらいっていう感じでは、うん、やっぱりなんかね、私が今100ちょうど170ぐらいなので、うん、私もそんなに大きい方ではないですけど、やっぱりまあ皆さんね、空手家さんってやっぱそういう、はい、結構ねなんか今のイメージとはちょっと違うあれなんですね。そうなんです、ね、なんか写真見ると大きかったのかなって僕も思ったりはして、はい、するんですけど、うん、あ、そうか、でもそうですね、漢文先生はそもそも明治の人ですもんね。はい、そうです、明治生まれの人からすれば170はちょっと大きかったかもしれないですよね。はい、そうですね、現代人はもう背大きいですもんね。はい、そうかそうか、あ、なるほどなるほど、はい、でこの、まあ、漢文先生のこの銅像を建てるということですけれど ね、まあ、ね、私はね結構そのこう最近、まあ、子供が空手ね、うちもさせてもらってるんで、特に上地流なのでね、うんうん、いろいろこの上地流の歴史とかなんか、ね、いろんな資料をこうたまに見てるんですけど、はい、漢文先生というのは、ね、その明治の、生まれということですが、沖縄で生まれてで中国にこの、はい、これ修行に行ったなんですかね、はい、修行に行った、うん、その当時、はいはい、よく、まあ、いろいろ書かれて本とかにも書かれてるんですけど、はい、中国に、まあ、修行に行った、はい、その当時徴兵制というのがあってですね、あ、それから逃げるために中国に実は行ってるんですね。ああ、そうなんですか。そうなんですか。はい、で、そう、はい、それで中国福建省の方に渡って、は、はい、でそこで、はい、うん、これはもう本当に向こうでもう、もう毎日のようにその修行をしてたそのではなかったそうです。あ、まあ、向こうに行って、はい、まあ、その当時空手っては言わなくて中国憲法だったんですけど、はい、憲法っていうことを向こうでやりながら、はい、実はなんかの薬学、はい、薬、はい、あ、お薬、はい、はいはい、それも勉強しに行ったっていう。へ、あ、なるほど、はいはい、なるほど、もうじゃあひたすらこの体を鍛える武術と、はい、いうわけではなくて、はい、はいはい、じゃあまあそういう、まあ、なんだろう、勉強し仕事のためにというか、はいはい、だからそういう薬学的な知識も持っていたっていうのは聞いてますね。なるほど、はい、あ、そうか、じゃあきっとあれですよね、その頃のその中国の薬学だから本当に東洋医学とか、そうですよね、まあ漢方みたいな感じになると思います。いわゆる西洋薬とかね、はい、ではなくて、ではなくて、はい、あ、なるほどなるほど、あ、そうなんですよ。私もてっきりもう本当空手を習いたいというか、そういう中国憲法もうのために行ったのかと思ってたんですけど、あ、そんな徴兵制とか、はい、そういうのも薬学の勉強とか、はい、へ、意外ですね。ああ、意外な、全然知らなかった。なんかもう本当になんかもう、ね、年表みたいの見て、うん、あ、この時期に中国なんか時期とかね、中国行って、ね、勉強したっていうのがあったんで、もう中空手一本かと思ってたら、まあ、それで、ね、なんかこうね、また日本に帰ってきて、はい、で、まあ、最初は沖縄に来たんですけど、で、でもなんか沖縄でもなんかそんなに空手を教えてなくて、教えてなかったですね、うん、はい、でなんか和歌山県に行って、はい、そこでなんか初めて
そういったなんかこう空手を弟子さんを取るとか、はい、道場、うん、道場ももう構えていた、道場そうです、道場も構えていました。はい、もともと和歌山に渡ったのは、はい、まあ、仕事で、仕事で、はい、そうです、もう出稼ぎみたいな形で和歌山の方に行ってるんですね。でそこでその和歌山でやってた職場で数名に教えてたっていう、はい、あ、なるほど、はい、あ、最初はじゃあもうそういうなんか外のお弟子さんではなくて、うん、そういうもう会社の、はいはいはい、もう本当出張流の、はい、そんな感じで、へえ、そうなんですね。でやっぱりそこからまあどんどんやっぱりこう広がっていったというか、はい、あ、ただ漢文は中国から沖縄に戻ってきた時に、はい、すぐにはやっぱり空手は教えなかったそうです、うん、これなぜ隠したそうです。隠してたんですか。はい、やはりあの当時そのやっぱりこの空手、はい、この拳法、はい、この手に技を持ってるっていうのは、はい、やっぱり周りからちょっと、はい、なんて言うんでしょう、怖がられてたりとか、そういう目でやっぱり野蛮的な重要風な目で見られてたみたいなんですよ。へえ、そうなんだ。だから本当にひよじは何も自分が空手やっていたこういった武術を習ったっていうのは何も言ってなかったそうです。本当に分かる人だけが、はい、まあ、分かってて、はい、教えてくれないかっていうことで、はい、そういう形で教え始めたって言ってましたね。あ、だからその本当に和歌山でも、はい、本当に知ってる人にだけっていう、はい、そういう、 こう始まりなわけですね、うん、だからその当時教えた当時も、はい、やはり人目につかないような形で、はい、教えてたっていう、どっからでもこう見えるような、はい、はい、ちょっとひょいっとこうっていうような感じではなくて、はい、本当にもう 見えないようなところで、はい、とにかく人目を避ける、避けてやってたっていうのを、はい、なんか昔の人が聞きますね。今だったら、まあ、例えばね、さっきも少し話しましたけど、このね、あの富城に空手会館できたりとか、うん、ね、もうね、空手の大会とか、はい、今授業、うん、中学校の授業でも、はい、そうですよね、はい、今はなんかね、どちらかというともうね、日本の伝統とか、うん、もう沖縄のね、発祥のこの空手って言ってもすごいこうもうオープンっていうか、もうそうですよ、それをもうオープンで発信してますから ね、うん、土台にしてるのに、うん、まだまだそういう時代じゃなかった。そうですね。なるほど、なるほど。わ、すごい、なんかやっぱあれですね、なんか私ね、本とか本当に資料とかで読んでるのと、うん、やっぱり ね、直接お話聞くのと、うん、すごい面白い、ありがとうございます。面白いですね。まだまだちょっとね、お話し続きますが、じゃあここで一旦 CM を挟みたいと思います。はい、ではね、続きましてもまだまだゲストの、上地貞直さんといろいろとお話をしていきたいと思います、はい。ね、まあ、先ほどこの上地寛文先生、ね、このもう空手はね、その当時はなかなかこう外にはこうなかなかこう見せられないというか、ね、いろいろ、ね、まだまだ難しい時代だったということですけれど、はい、もうこの、まあ、寛文先生、この和歌山で道場を開いて、で結局この沖縄で道場というのはもう漢文先生自体はされてないんですか。はい、そうですね、その時にはもうあの2代目の方が、あ、なるほど、はい、寛永先生、はい、貞直さんから見た、おじいさんです、はい、おじいちゃんが、あ、おじいさんが、じゃあもうこのおじいさんも一回は和歌山に、和歌山に行ってます。で、はい、じゃあそこで、そこで一緒に、はい、習って、はい、うん、で、あ、そうか、で寛永先生がじゃあ沖縄に戻ってきて、はい、沖縄で道場を開いたと、はいはい、なるほど。これ最初の道場っていうのはどちらにあったんですか。はい、名護の方に、はい、やっぱり、まあ、ヤンバルが、うん、はい、上地家にとっては、ね、そうですね、はい、なるほど、なるほど、あ、はいはいはい、なるほど、ね、あ、でもほら今は、ね、今普天間に、今普天間、はい、そうです、いらっしゃるじゃないですか、はい、ではこの名護の道場から、で次にもやっぱもうこっちの宜野湾の方に、もう、そうです、はい、宜野湾の方に移動して、はい、
あ、なるほど。普天間に、今普天間なんですけど、はい、普天間に来る前はちょっと野岳の方にも、あ、そうなんだ、野岳の方でやって、そこから今の普天間っていうことで。そうなんだ、一回じゃあ野岳の、はい、経由というか、はい、あ、そうなんですね。これはやっぱりじゃあその寛永先生の時代。はい、そうです。あ、はい、なるほど。でもやっぱりじゃあ定直さんはもう全然宜野湾で生まれて育っている。そうです、生まれは僕宮古なんですけど、お、はい、で1歳の時に沖縄の方に来て。あ、なるほど。もうじゃあもうほとんどこっちが、もうほとんどもうこっちです。うーん、はい、そうなんですね。ちなみにあれですか、もう漢文先生は確かもう戦争後にも亡くなられてる、はい、ね、ということですけど、じゃあもうじゃあ定直さんはもうじゃあ全然漢文先生はもう分からない、もう全然分からない、そうですよね、はい、分からない、もう明治の人ですもんね、はい、なるほど。で、寛永先生は定直さんは、あ、もう分かります、はい、ちなみにおいくつぐらいまで寛永先生はお元気だったんですか。ですね、定直さんがいくつ、あ、僕、あ、うん、僕が20歳、21の時まで。おお、そうだったんですか。もう、もう、はい、おじいさんに教えてもらったりとかしたんですか。そうです、やってました。小学校の時はもう、はい、うちの2代目のおじいちゃんの方から。はい、どんな方だったんですか、この寛永先生2代目の。ですね、はい、もうとにかく優しかったです。優しいんですか。本当に、もう本当みんなが言うんですけど、うん、もう本当に神様のようだったって、はい、もうそれぐらい、もう、まあ、本当にもう僕も、はい、怒られたことないし、私はもう怒鳴られたこともないし、本当に本当に優しいおじいちゃんで、空手の練習とかで怒られた記憶ないんですか。あ、もう全然ないです。あ、そんな、ね、あんな優しいおじいちゃんが空手やってたんだ。なんかそれまた意外ですね。もう、はい、やっぱりなんかもうね、まあ、空手に限らずね、そういう武術というか、うん、武道の道はね、もうなんか、うん、厳しさが100で、優しさはもう1あるかないかなと思ったけど、そうなんですね、また意外な。じゃあもう本当に優しいおじいちゃん。もう、はい、もうそれしか残ってないですね、もう。おじいさんからなんかその道場を開いた時のお話とか聞いたことってありますか。もう直接的にはないです。うーん、ちょうどその頃僕たちが習い始めた時が小学校の1年2年ぐらいの時じゃないですかな、だったので、はい、そういった話っていうのはもう、うん、聞いてないですね。うん、今思えばいろんな話聞いとけばよかったな本当に思いますよね。でもまあすごい、じゃあもうやっぱりもう、じゃあ最初の先生はもう寛永先生。そうですね、はい。ああ、そうなんすね。で、その後もうちょっと体調を悪くして、はい、あともう入院してしまって、なかなかいろんな話、今先ほど言った話とか、聞けたらよかったなっていうのはもうなかなかやっぱもう聞けなくて、なるほど。でもまあまあ稽古見てもらったりはね、あるわけですもんね。直接教えていただいて。いいね、やっぱりあれですか、この寛永先生も明治生まれぐらいになるんですかね。はい、あ、じゃあまだまだ多分ね、大体ほら明治ぐらいの人までだとね、まあ、あんまり男は喋らんとか、うん、ね、なんだほら男子厨房に入らずとか、あやっぱりそういった感じなんですか。はい、だったと思います、はい、あ、やっぱりそこはね、明治ね、よくね言いますもんね、うん、そう、なんか私ももう今お坊さんになって20年なるんですけど、やっぱり本当20年ぐらい前だと、うん、例えばほら法事に行くじゃないですか、そうすると明治生まれの人がまだ元気でたくさんいて、うん、そうするともうお坊さんにも容赦ないんですよ。特に私まだね本当23の若造ですから、もう明治生まれの人から見たら孫、ギリギリ孫ぐらい、下手すれば孫よりも下の、うん、ね、なんていうの、もう本当ピヨピヨくんみたいな感じで、もうなんか私が言ってるのに、あ、それはいいみたいな感じですぐ弾かれるんです。いや、一応とかお坊さんがね法事でこう指示してるのに、いいってなんだよみたいな。そう、なんか明治の人って結構ね、うん、皆さんやっぱり、まあね、いろんな本当にね戦争とかね、こうね、うん、もういろんなこう ね、そうそう、濃い時代を生きているので、うん、もうね、こっちのね、全然経験は足りないし、そうそう、
それで特にやっぱ男の人なんか逆にもう本当静かで、はい、明治のおじいちゃんたちは静かで、まあ、おばあちゃんたちがその分強かったんですけど、そうなんですよ。ですうちのおばあちゃんがやっぱり植地家も、はい、レイリーボレーズそうなんですね、はいはい、そうです。でも先ほどお聞きしたらまだおばあさんは元気、はい、元気です。今おいくつになる？100歳ですね。うわ、長生き、すごいですね、100歳もうすごいですね、うん、まだまだあれなんですか、もうお話ししたり、あ、もう、はいはい、します、します、すごい、ちょっと耳は遠くなってるんですけど、はい、すごい、もうすごいですね。だからそれこそ、そうですね、やっぱりこの二代目のおじいちゃんの話とかも聞いたりする時があるんですけど、そしたら最初はね、すぐには出てこないんだけど、はい、話しているうちにどん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 思い出してきて、はい、ああだったこうだったとか、まあ、もう喋り出したら止まらないぐらい、すごい、お元気ですね、おばあさん。そうです、はい、おばあさんもゲストに呼んだらよかったねえ、そうですねでもそしたら多分私と貞野さん何も喋れないぐらいもうずっと聞いてなさいってなってるかもしれない なるほど、ね、そしてまあその初代のまあ寛文先生、2代目、寛永先生、はい、そして3代目のこの寛明先生が、ね、はい、いわゆる貞直さんのまあお父さんになられるわけですが、はい、私もね、寛明先生は上地家の法事でお邪魔させていただいた時に、ね、はい、そうそう、何度かお会いして、はい、あれじゃないですか、ね、先ほど寛永先生もすごく優しいとお話ししてましたけど、はい、寛明先生も私もいつも法事行くと、はい、すごいニコニコどうぞどうぞって言ってすごい優しくしていただいた、うん、イメージがとっても強いんですが、あ、はい、どうですか寛明先生は。いや、もう逆です。あ、逆なるほど、全くもう本当に厳しい父でした。そうなんですね、はい、やっぱり私は、まあ、お客さんというか法事に来てるお坊さんですから、うん、そうですね、私に厳しくすることはそうそうなんですねそうなんですね、もう本当に厳しかったですね、もう変な話、分かりやすいみたいな、この寛永先生が優しくて、はい、で寛明先生がもう本当にそんな感じです、誰が見てもっていうぐらい、あ、そうなんですね、やっぱり特にあれなんですかね、やっぱり親子だし、はい、その辺はもうね、厳しく なるんですかね。そうですね、まあもちろん親子だからそういった厳しさとかあったりはすると思うんだけども、はい、それ以上に厳しすぎないみたいなハンカチ出しましょうかぐらい本当にもう厳しくて、ああそうなんですね、まあもう子供の時はもうやっぱ怖かったですね、怖いお父さんって感じでした。あ、まあ、今思うと あの厳しさっていうのはね、今思うと良かったのかなって思ったりもするし、はい、でもあんだけ厳しく、はい、なんて言うんだろう、自分はもうあそこまではできないとかそうなんです、ね、反面教師じゃないんですけど、はいはい、まあそれもね、厳しいところもありながら、はい、優しいところもみたいな、はいはいはい、なるほどね、はい、厳しいばっかりじゃダメですよね、 まあね、まあ、よく飴と鞭って言いますもんね、はい、両方あってもね、うん、だから僕を持ってるのが、はい、そのおじいちゃんの優しさ、はい、っていうのはちょっとやっぱり残ってるし、はい、でうちの父の この厳しさ、はい、っていうのは もちろんもう分かってるし、はい、だからそれを両方、はい、もいいとこ取りじゃないんだけども、はいはい、なるほど、両方持ち合わせた、はい、人間になればいいのかなって。いいですね。そうですね。本当ね。そうね。そうそう。もちろんね。優しいだけでもね。はい、どうかなって思うし、はい、まあ厳しいだけでもっていうもので。そうですね。やっぱ優しさとこの厳しさっていうのを、ね、はい、しっかり持って、そういうのを持ちながら、今でも子供たちに指導していけるように、まあ、心がけてはいるんですけど。なるほど。うん、うちの父の時はもう本当に厳しかったです。とにかく厳しかったです。もうほとんどがまあうちのおじいちゃんじゃなくて、もううちの父の方から、はい、空手の指導っていうのがもう、あ、なるほど、その後はもう長かったので、うんうんうん、はい、はい、ああじゃないこうじゃない、もう本当にもう厳しい。なるほど。よくほら空手ってほらもうひたすら型、は
はい、をやるじゃないですか、まあはい、結構今はほらもうあのスポーツ空手だったり、ね、あ、はいはい、あの競技大会なんかもあるからもう組手、ね、はい、あのね、っていうのも結構こう盛んですけど、はい、やっぱり伝統沖縄の伝統空手はよくこう型になんていうのある、あるというか、そうですね、やっぱもう稽古 もうひたすら型を、はい、まあ、もちろん型もやりはもちろんします、はい、まあ、もちろんこの 組手の試合 もあの、はい、練習もするんですけど、うん、やはり型っていうものがあって、はい、この組手に生かされていくと思うんですよね。やっぱり型が、はいはい、もうやっぱ型がもうスタートというか、はい、型ありきなんですか、はい、やっぱ基礎になって それからやっぱりそういったこの組手に応用していくっていう形になるので、やっぱり見た感じやっぱり型ってちょっとまあ地味というか、やっぱ派手さはこの戦ってる方が、はい、そうですね、見てて、わーって動きがあったり、そういうのあったりはすると思う、ね、シナリオがないですもんね、はいはいはい、でもやっぱりそうこうしてその時はその時でいいと思うんですよ、はい、でもやっぱり最終的には皆さんやっぱりその型に戻ってきますね、はい、やっぱりその、うーん、なるほど、なるほど、はい、じゃあですね、またちょっとここでね、少し CM を挟みますが、また後半に、ね、このじゃあ今度型についてね、いろいろとお話を聞きたいと思います、ではここで、CM と曲を挟みたいと思います。はい、ではまだまだ坊主カフェ続きます、ね、またね、ゲストの佐田直さんからいろいろとお話を聞きたいと思いますがね、まあ、先ほど、ね、ちょっと CM の前にね、この型のお話を、ね、しておりましたが、ね、あのなんか前にあのうちの子たちもね、その上地流で学んでるって、ね、お話ししましたけれど、はい、ね、この上地流のこの基本はやっぱり三鎮だと、はい、ね、いうふうに言いますが、まずこのちょっとこの三鎮という、ね、型について、はい、なんかこうご紹介というか、うん、説明をお願いできますか。うん、はいはい、まあ、三鎮というと、はい、あのまあ、全ての型の基本になる型になります。あ、なるほど、まあ、いろんな型があるけれど、はい、まあ、もう元を正せば三鎮の、はい、あ、はいはいはい、この三鎮という型なんですけど、はい、まあ、この立ち方だったり、うん、手の位置とか、うん、構え、はい、っていうのがもう全てその中に入っていて、それがもう元になって他の方に通ずる。なるほど、うん、まあ、変な話だから、何とかっていう、例えば型があっても、はい、このそれはやっぱ三鎮をこう発展させたりとか、はい、三鎮のこの構えとか動きが、はい、元になって、はい、なるほど、うん、だからやっぱりこの上地流が特にこの三鎮をもう徹底的に、はい、練習というか、そうですね、体を、はい、覚えさせる、もともとこの三鎮というのも、はい、初代開祖の上地漢文が、はい、中国から、はい、持ってきたっていう、あ、はい、型の一つなんですけど、あ、なるほど、はい、あ、そうかそうか、いろんな型がありますけど、ね、今はそうです、ね、はい、そうか、もと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 のもう本当に実際向こうから中国から持ってきた型の一つで、はい、うん、まあ、見たその三鎮という型と、はい、青山、青山、あ、今、はい、流と三青流という3つの型があるんですけど、はいはいはい、あ、これはもう本当に、まあ、オリジナルというか、はい、漢文先生がこう向こうから、まあ、こう持ってこられた、はい、そうなんです、そうなんですね、うん、あ、ね、いっぱいねある方の中でこの3つなんですね、はい、で今はもういくつか方は増えてるんですけど、ね、はい、それをもとに方が作られてきたっていう、はい、漢詩話だったり、はいはい、漢集、はいですね、はい、清鎮、はい、うん、清流、漢鎮という方がまたあるんですけど、うん、これはその3つの方をもは元に、はいはい、発展させたというか、はい、ね、こう広げて拡大していったというか、うん、こちなみにじゃあこのそのね、ね、三鎮とかあのそのオリジナルの3つ以外の方っていうのは、はい、例えばじゃあ寛永先生とか、はい、そうです、こうまた作られた、はい、はい、なるほどなるほど、こう型っていうのは例えばいわゆる古典じゃないですか、その
なんていうのこう三鎮とか古典昔のもの、うんはい、例えば今も平成30年ですけど、はい、今でも新しい型っていうのは生まれることはあるんですか？そうですね、ほとんどでも聞いたことないですもん。もうやっぱりもうある程度も、はい、もう50年とか、うん、それ前からのものがもうそのままって感じですよね。やっぱその辺はちょっとあれですね、あの 仏教というか私たちお坊さんもやっぱりいろんな作法っていうのがあって、はい、あの京都で修行をするときにその作法を習うんですけど、やっぱり私たちの作法も基本的にこの平安時代から変わってない。それをもうずっとあのこの動きだったり、はい、まあ、道具ももちろんね、あの昔だったら鉄だったのが今だったらなんかこう鋼になってるとか、もちろんそういうのはあっても、あの使い方とかあの動きは基本的にはもうずっとこの空海っていうね、真言宗は空海というお坊さんが開くんですけど、それが平安時代のね方ですけど、そこからまあ基本はもうずっと変わってないと。で変わる場合は必ず誰が変えたとか、ああ空海はこうだったけど今はこうしてるとか、はいはいはい、あのそういう結構注意書きがあったりするんですよ。うん、そうそう、やっぱりその辺は似てるんですね。あね、そうですね、もうやっぱ最初に作って、うん、それをもうあのお弟子さんというか後の人たちはこう、まあね、まずは同じように、うん、同じようにとかこう、ね、もう同じ型を練習してっていうなんですね。うん、あでもそのままオリジナルの3つっていうのは知らなかったんで、今日帰ったら子供たちに自慢します、はい、なるほど。でまたねこの型 ね練習というのありましたけど、はい、ね、私なんかいつも子供たちから教えてもらうんですけど、あのこの上地流のこの小手鍛え、あ小手鍛え、はい、小手鍛えがあるんですか？はい、はい、今多分メグ太鼓叩いてるよね。太鼓叩いてるイメージそれではないです。それではないですね空手なので、音楽ではないですか、パーカッションではないです。ありがとうございます。そんなイメージでした。そうですよね。パッと聞くとね、どうしても小手鍛えというと、ね、はいはいはい、それなのかなと。こっちのイメージ。なんでと思いました。はい、じゃあまたちょっとこの小手鍛えについてあのご説明というかご紹介をお願いします。はい。はい、まあ小手鍛えというのは、うん、この部分ですね。この小手。小手、あ、はい、はい、肘までのこの、はいはい、拳からこの小手、拳から肘までの小手。を鍛えですね。あ鍛え、はい、それで小手鍛えなんですよ。なるほど、はい、これ なんでこう拳から肘までこう例えば肩までではないんですか？あやはり基本となるのが、はい、このやっぱり小手の部分でですね、はい、相手からのこの蹴りだったりとか、はい、まあ、突きだったりとかを、はい、ここの小手の部分で、はい、受ける、まあ、受ける跳ねのける、はいはい、なるほど。でその鍛えっていうのは叩いて鍛えてるんです。叩いて鍛えるんですね。叩いて叩いて、はい、ね、これもう叩くのはもうなんか本当四六時中やってる人とかもいるんですか？そうですね、まあ、四六時中、まあ、でもほとんどあのやっぱりね、やっぱりこれ叩かないと、はい、やっぱりそういったあの鍛錬、はい、まあ、まあ、ある修行なんですけど、はい、うん、やはりあの蹴りだったりとかを受けるときにどうしても痛いじゃないですか。はいはいはい、痛いですよ、ですよね。なんかその痛さも跳ねのけるために鍛える。逆に相手蹴ってくる相手が痛いって思うぐらい、はい、いやでも本当それぐらいなんですよ。蹴られた方じゃなくて蹴った方が痛い、蹴った方が痛いって思うぐらい本当にもうすごい人はもう昔の人たちはもう本当にひたすら、まあ、金城さんが今言ったみたいに四六時中、はい、やってますよ。これちなみにそう叩くっていうのはなんか どうやって叩くん？手で叩いてるんですか？手です。お互いあの拳ですね。こうやって叩き合ったりとか、叩き合うんだ。叩き合うんです。そうそうそう、叩き合うんですね、うん、だからやっぱり最初は痛いですよね。お互い痛いんですけど、あとはもう最後は我慢比べみたいな感じで、うん、痛いんだけれども我慢する、はい、痛いんだけれども我慢するなるほど心の中では思っていても、はい、まあまあこう外にはもうおーおーみたいな、もうお互い意地ですよね。かわいいまあもう本当にこの子供の時なんかはもうさすがにこの痛いですよ。でもそうですよね、子供ストレートですしね、うん、それで鍛えられていく、うん、
そうですそうです。じゃあ佐田直さんも本当に小学生とかそういう時そうやってたんですか？やってはいました。やってはいたんですけど、よく中学校ぐらいの頃かな、はい、当時道場にアメリカの兵隊さんなんかもたくさんいたんですね、うんうん、あ、はいはいはい、その時に一緒にコテキ隊やろうとかって、もう痛くて痛くてですよね。もう普通に青あざになってました。あれじゃないですか、今の時代だったら多分な、上地家はなんかちょっと、うん、児童相談所に通報されるかもしれない。かもしれないですね。なんかうちの学校に青技作ってくる子が毎日いるんですけど。ですね。ね。やはり上地流ってやっぱりそういうイメージが昔からあったみたいで、よく昔の人たちが言ってたんですけど、はい、普天間の道場を覗いたことがあるよ。よく聞かれて、はい、で窓からよく覗いてたんだけど、はい、こういったこの叩き合いとか、はい、そういうのをやってるもんだから、はい、怖くて上中は習いきれなかったとかっていう話はよく聞くんですよ。だからそれぐらい、まあ、言い方はちょっとあれなんですけど、まあ、野蛮というか、あ、いやいやいや、うん、だからやっぱりそういう流れ、ね、漢文がその来た時にも見せられなかったっていうのは、そういう鍛錬をやっていたっていうのもあったかもしれないし、本当ですね、上地流って本当にこう体を鍛える、体がもう本当武器っていうのを、はい、もうなんだろう、本当こう究極にこう多分極めている流派かなと。他のね、ほらいろんな流派がありますけど、なんか他の流派でそこまでなんかこう体をガシガシ鍛えてる、もちろんやってるけど、うん、上地流はさらになんか、そうですね、まあ、これも特徴的で、あ、この小敵隊も、はい、やっぱりこの中国から一緒に持ってきてるんですね、はい、そのさっきの型、3つの型と、はい、この小敵隊っていうこの元々のもう鍛錬方法になるんですけど、はい、うん、でそれをもとに、まあ、もちろん小手上地流はもう本当にこの叩いて鍛えられるところはどんどん叩くんですね。胸だったり、あ、もう腕だけじゃないんですか？腕だけじゃなくて腹だったり、お腹だったですね、ももだったりとか、ももり、こう内ももとか、内ももとか絶対痛いですよね。背中だったりとかバン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 叩くんですけど、うん、もうやっぱそれも、まあ、まあ当たり前ですけど、背中なんかは自分で叩けないわけですから、あ、もう叩いてもらうわけですよ、はいはい、うん、先ほど話したこの三鎮という型、はい、元に全ての型の元になる三鎮という型があるんですけど、はい、その三鎮をしながら、はい、鍛え、この、はい、叩いていくんですね。ああ見たことありますよね。もうそうですね、脇腹とか、そうですね、脇腹叩いたり、この小手だったり鼻、だって普通なんか私、ね、ボクシングとかね、はい、なんか見てても、はい、脇腹って急所じゃないですか、はい、急所ですよ。ねえ、それをガーンとやって、うん、ね、そうそう、だからそうやられてる方もふーんっていう感じだし、やってる方もよしよしみたいな感じ、はい、なわけをこの、そうそう、三鎮しながら途中で止まるんですよね、はい、で止まってバーンって言ってバーンってやって、で何事もなかったようにまたその人は三鎮を続けるんですよ、うん、それでまた止まって蹴られたりでも何事もなかったように耐えてるんですか？そうなんですよ、まあ、そうですね、耐え、まあ、あれですよ、例えばちょっと面白く言うとネタみたいなこのなんか芸人さんがさんこうなんかこう間違い探しみたいな感じで突っ込まれてる感じだね。そうそう、もうね、でもね、それがこれ芸人さんだと笑いになるけど、本当ね、この上地流のこの三鎮の小手鍛えをね、はい、なんか見ててね感動する。は、人間の体ってね、そこまで鍛えられるもんなんだ。そうですね、ええ、そう、しかもなんか私なんかだとやっぱりほら、本当に鍛えてる人ってなんかテレビの人とかね、はい、もうなんかごく一部の人かなっていう、ね、イメージがあったけど、そう、上地流のと出会って、はい、結構ね、みんなね、道場に来てる人とか、もうなんか変な話、普段は普通のおっちゃんとかね、でも脱いだらガシーでガーン叩かれてもね平然としてる。そうそう、ね、もうね、基本ね、この、ね、上地流長くやってる方なんかね、うんうんうん、もう皆さんも体そうですね、すごいですよね、もう
感動。感動します。感動っすよ。はい。まあね、佐田野さんこの4代目ということですが、いわゆるもうお父さんもおじいちゃんもね、ひいおじいさんもみんなこう空手家じゃないですか。しかもね、もうこの上地流のね、もう本家本元というかね、じゃないですか。どうなんですか、子供時代、はい、もうこのどうなんでしょう、上地流この空手の宗家っていうのは、嬉しいというか、どんなイメージでした、自分がそこの人間っていうのは。もうもちろんね、子供の時はそういった意識はなかったんですけど、中学生あたりぐらい、中学校のあたりぐらいからは、はい、受け継ぐんだろうなって思ったり、継ぐんだろうなっていうのは思いながら、もうこの空手のこの稽古があるじゃないですか、はい、もうこれはもう別にもう自然と、なんていうの、はい、やってたっていう感じ。やってはいました。あ、それはいいですね。ただ、はい、やっぱりこのちょっと反発した時期もあって、はい、空手から離れたいって思ってた時期もやっぱりあって。 あったんですか。ありました。まあ、そのやっぱり中学高校ぐらいまでかな、いわゆる思春期の、はい、はいはいの時代なわけですね。なので、はい、あの例えば部活入って空手とは全く違う部活をやったりとか。あ、何部だったんですか。ハンドボールやってました。あ、そうなんですね。そうなんだ。私もちょっとだけやってましたよ。本当1年ぐらいだけですけど。ハンドやってたんですか。はい、ポジションどこだったんですか。僕はサイドやってました。あ、そうなんですね。そうなんだ。やっぱりちょっとこの空手離れたいみたいなのがあったんで。ありました。でもほら、今はもちろん戻ってこられたじゃないですか。はい、ね、やっぱりこのなんか戻ってこられたきっかけというか、何か思いっていうのもあるんですか。いや、まあ戻ってきたっていうか、まあ一時的に離れ、その時だけ離れたいなって思ってただけで、はい、どうせ戻っていくっていう、なんて言うんだろう、なんこのプレッシャーっていうのかな、はい、みたいなのは感じてたと思うんですよね。あ、分かりつつもちょっと逃げたいなみたいなとか、意識しないように、はい、で、そう、なるほど。でもやっぱりある時期からやっぱりしっかりしないといけないなっていうのをやっぱり自覚持ったのは、もうやっぱもう本当に、うん、二十歳になる前ぐらいかな、からはもうやっぱりもうしっかりしないとなっていうのはやっぱりもうありました。すごい、でもすごいですね。私なんかね、お寺の子ですけど、本当に思ったの22です。それまで 何も考えてないというか、まあ、次男なので、はい、そう、長男がね、兄貴がいるので、うん、兄貴がやるだろうとか、ね、まあ、やるもんだから、私は私で自分の道を探そうと思っていたんで、すごい、もうそんな偉い、そうなんですね。長男っていうプレッシャーもやっぱりそれはありました。やっぱりずっとね、代々このうちの、まあ、父も長男だったし、まあ、おじいちゃんもそうだったし、ずっと。そうね。なんかそう、だから私の兄貴も多分それが嫌だったみたい。やっぱりもう周りからお寺の子供、もう長男の長男だって言って、うん、周りから継ぐのが当たり前で、はいはい、だからもう継ぐのっていう話じゃなくて、なんかいつやるのみたいな、はい、もう継ぐのはもう当たり前みたいになってたから、多分それでうちの私の兄貴はいやーってなったみたいな。まあでもね、おかげさまで私がね、はい、ここで帰ってくるあの席が空いたので。よかったではあるんですけど、やっぱり長男大変なんですね。ですね。私ね、本当次男体質なので、やったらいいさとか、結構簡単にもう物事を考えて、周りからたまにドン引かれるんですよ。でその時に、あ、そっか、もっとここは重く言わないといけないというか、こうさらっと言ったらあかんねみたいな。そういう時のね、そう、長男さんね、そうですよね。でもやっぱりもう、こう空手にね、こうやって今もうね、ちなみに今定野さんおいくつになられるんですか。僕は46です。44代目を就任したのはいつですか。はい、そうですよ、2年前ですか。うちの父が亡くなって後なので、はい、2016年、うん、そうそうね、この4代目こう就任したということで、このお披露目のパーティーは、
パーティーがあったんですか、はい、もうやっぱこれはもうこう空手界のいろんな関係の方が来られて、まあ、あのはい、あのいっぱい気は来ました。まあまあ、あの上地流の先生方中心にですね、はい、いろんな、まあはい、来て、やっぱもう その前でやっぱりもう4代目なりますというか継ぎますみたいなこう決意表明を そうですね、やりました。はい、そういう時どんなんですか。もう出てほらやっぱり ねこの先この上地流のいろんな先生は佐田直さんにも全然年上の人とか、そうそうそう、下手すればもう神江先生のお弟子さんとかもいらっしゃる、もういっぱいいる、うん、そういう先生方の前で自分4代目だからって言うわけじゃないですか、はい、でそれやっぱりもう緊張ですか。もう緊張しました。もうその時は本当にこんな大先生を目の前に、ね、なるほど、はい、まあ、でもやっぱもちろん皆さんあれですか、もう頑張れよみたいな。あ、そうですね、もうそういったもう励ましの言葉っていうのはもうたくさんいただきました。いいですね、なるほど、はい、ということでですね、もう本当にたくさんお話を聞きたいんですけれども、ね、お時間来てまいりました。はい、はい、じゃあ最後にですね、まあ、今回ね、あの上地寛文先生のね、初代の寛文先生のこの銅像画除幕式、ね、4月の21日の予定ということですが、ね、どうですか、やっぱりこの銅像を皆さんに、ね、こう見ていただきたいということで、はい、お作りになってるわけですよね。やっぱなんか空手を知ってほしい、上地流知ってほしいということなんで、ぜひなんかこうね、あの上地流のファンの方にもね、こう空手、上地流空手の愛好家の方にも、うん、一言この、 あの銅像のへの思いを、うん、おっしゃっていただいて締めていただきたいと思いますので、一言じゃあ何か思いを。そうですね、はい、あのなんか今回この空手家の銅像が立つっていうのは、はい、今回が初めてみたいなんですね。はい、あ、すごい。他の流派の派にはなんか銅像っていう形ではなくて、例えば顕彰碑、なるほど、碑っていう形であるみたいなんですよ。はい、で今回まあ銅像っていうのが初めて、まあ、沖縄 県、まあ 県、はい、県内ですね、県内、はい、うん、ということなので、やっぱりたくさんの方がぜひ見てほしいなっていうのもあるし、うん、はい、あの本当にこの銅像を建てるにあたっていろんな方々からのも協力があってですね、うん、はい、空手家はもちろんいろんな企業の方々とか、はい、本当にもう特にもう空手家上地流の先生方、いろんなあのその思いが詰まったその銅像になっていますので、うん、はい、ぜひあの、まあ、4月の21日が除幕式ではあるんですけど、はい、まあね、場所が本部の八重岳、ね、はい、ロケーションもいいし、ドライブしながら、そうですね、ね、その日に限らず、そうですね、やんばる旅行だったらね、はい、いいですね、遊びに行きながら、はい、見てもらえればいいのかなと思ってます。はい、わかりました。はい、ということでですね、本日は、ゲストに、上地流宗家4代目を、ね、就任されております、上地貞直さんに、お越しいただきまして、こう、ね、上地寛文先生の銅像の、除幕式から上地流の話、ね、またまたこの上地家のプライベートの話までいろいろと、ね、お聞かせいただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、坊主カフェお送りをさせていただきました。ぜひ、ね、皆さんも、ね、今週も来週も、ね、坊主カフェは続けますので、ね、お聞きいただければと思います。ではご視聴ありがとうございました。さようなら。